はい、どうもエルザです。それではスプラトゥーン1やっていきたいと思います。今回もガチャマンをしていくわけですが、そうですね、バレルスピナーデコを使っていきたいなと思います。さあ、箱筆やっていきましょう。箱筆か、まあ楽しみだね。2と比べると、まあ、ハイちゃんいたような感じだけどって感じ。はい、できる月中取れるかどうかってことだね。おお、危なっ。さあ、相手を倒して、お、いやー、当てないでいう感じね。売れば勝ちの、いやー、来た。さあ、どっちから来る。終わってくるかな。ただね、これ足元はね、やられた時しか濡れない。よーし、はい、はい、いやー、終わったけど勝ち。ナイス。いや、やっぱ強いね。いや、あー、喜び方がすごいね。めちゃくちゃ可愛いじゃん。へぇ、12とかなんだ。もらえる数値がちっちゃくなっていくんだね。へぇ、面白い。さあ、箱ふぐやっていきますか。さあ、リッターが出る。ローラ多いね。ナイス。この状態だと、いいなぁ、リッター使いたいなぁ。おぉ、危なっ。さて、なんか若干使い方が慣れてないか。スペシャルの使いがあって難しいね。こうやって自分で使うと。スペシャルの練習、了解料ありえね。あ、ここでいいですか。そうでしょ。そうでしょ、味方さん。
どう？はい、ナイス。はい、10逃げ場確保して侵入されないように塗って、ここね、多分ね、危ない危ない危ない、あれ取られたらね、負けだからね。はい、ナイス。スペシャルは使いどこがなかったね。一回使ったけどやっぱむずいか。さあ、タチウオ。タチウオのエリアはね、めちゃくちゃちっちゃいからね。さあ、やっぱ相手はリッターがいる。まあ、わからなくはない。そこなのよね。直線なのよね。めっちゃちっちゃいよね。もう今のタチウオが、2のタチウオがめちゃくちゃよく見える。ジャン、あー、なんとなく分かった。ジャンプか。 Z ボタンでどうかできてんのかなと思ったけど、攻撃ボタンね、全然違うじゃん。なるほど、はい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 。まあ面白いね、どう最適化だよねこれね。おお、ナイス。父ちゃんナイス。さあさあ、いやー、これぐらいがやっぱ面白いね。はい、さあどうやっていこうかな。ローラーがめっちゃバンしてる。どう、これが？まあ、こっちはエリアは取ってるからね。いい。さささあ、これ立ち難しすぎないか？あ、そっか、カモを持ってしまうね。やられたの、やられたをしたつもりがカモを持ってしまってるね。
はい。あ、ローラーちゃんそっちか。あ、いや、ジャンプの失敗はないから。お、ナイス。さあ、ノックアウト。まあ、味方の防衛がしっかりしてたから助かったね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、今回はバレスピ、でこれ行ったわけですが、まあ、強いね。やっぱキル速はそれなりに速いし、射程も長いから、ある程度間合い取ってしまえばっていうところ。ただ、足元にか、やっぱそこら辺は2と共通で難しいところだね。ということで、今回ここまでですね、となります。また次回違う武器使うか変えていこうかなと思ってますので、お楽しみにしといてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。